ツー、テイ。君もポケットの中から今も僕を歌うよ。でしょでしょ。寿司食べよう。目まぐるしい汁にまみれて身動きが取れないから待って、イヤホンの中から君を助けに聞いた。だから絶対君は大丈夫。流れてない意識は変わったけど、心は君が進む証に言われられたとこにしまう。ほら絶対君は大丈夫。どこも会場に出かけ、みんな当然見たことない遊びをしよう。それでもちょっと不安な時も汁に紛れて、いつの日か飛びたい散らばった思い出の中から、ラッキー君はここを選んだし、だから絶対君は大丈夫。すげえ大丈夫だな。